浜松不思議話の鈴木です。加藤です。今回は、はいはい、ご視聴いただいている、はい、方から、うん、ぜひ行ってみてくださいシリーズです。はい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 、そうですね、ね、うん、コメントいただきました、うん、大育101号さん、はいはい、101号さんかな、大育101号さん、はい、読み方これで合ってるかとかちょっと分からんですけど、はい、申し訳ないです、うん、で、牧之原に、はい、巨大なこけしがありますよとどれぐらいですか、腕ぐらいですかいやそれだとちょっとリアルなんでもっと大きいやつですおお先日行ってまいりました。はいはいはい、行ってました ね、はい、ね、うん、あ、なるほどこれかと、はいはいはい、確かに牧之原お茶畑の中にどでかいこけしがありました。ありましたねデーダラボッチのおもちゃぐらいですかねだね、うん、じゃあその様子をぜひご覧ください。そうですね、はい、はい、皆さんお楽しみに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、大育101号さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。また情報などお寄せください。はい、大育さんはね、うん、いつもいい情報をくださって、そうですね、うん、私らもためになってます、ね、そうですね、うん、ではじゃあご覧ください。これかな、これを右、右、私の動画を見ていただいてる、はいはい、牧之原在住の方から、はい、うん、コメントいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうと、うん、はいはい、まあ実はちょっとググってみたら、うん、割となんか大きくポコッとある的な感じなんで、うんうん、まあせっかくここら辺まで来ましたんでね、はいはいはい、ぜひ寄ってみたいなと、うん、そうですね、ね、うん、今向かってますけども、うん、何ですか、なんか空き地みたいなところにあるんですか。ね、公園がね、どうもある的な、建物の上とかではなく、じゃなくてね、うん、うん、なんか鉄塔みたいな、うーんかな、確か、うん、うん、そんな感じで、はいはい、じゃあまあこの辺だったら遠くからでも、うん、なんかね、もしかしたら分かるかもしれんけど、はいはいはい、いやなんか急に山間部的な様相を呈していました、うん、ね、うん、海からちょっと入るとすぐ山っていうのもなんかいいっすね、ね、うん、俺らのところはわりかし平野が広いんでね、そうそうそう、浜松はね、はいはい、浜北もよっぽど山まで行かない、北へ行かないと山にならないもんで、うん、海の近くに山があるっていうのはね、うん、なんか不思議な感じ、そうそう、不思議な感じがする。電力関係の仕事についてる人は、うん、電柱見ると、うん、今北に進んでるか南に進んでるか、うん、東に進んでるか西に進んでるか分かるらしいですよ。マジ、はい、なんか法則があるのか。法則があります。へえ、うん、それがどうなのかはちょっと分からないですけど。加藤ちゃん、ちょっと待った、ちょっと待った、これどっちかな、後ろから来ちゃった、あ、ちょっと、うん、電池切れた。大渋滞すると思って作っただろここだ、あ、ふるさと公園で、そうそうそう、なるほど、あのね、地元の人たちって割と大げさに考えがちですよね、どこでも
ありがたいことじゃない。まあそりゃそうなのかもしれないですでもまだそれらしいのは全然見当たらないっすね。まだです ね。イメージ的にはもうかなり高い高い感じするけどね。知ってる昔ディーラーに詰めてた人でね、はいはいはい、あの和田の自動車街、うん、まああそこにね、あのよく何こう新車納入するようなこう、はいはい、トレーラーっていうのかな、はいはい、何台乗っけるか、まあ4台乗っけるかね、5台なのか6台なのか割とたくさん乗っけれるのあれ、うん、下ろすじゃんね、はいはい、あそこにね車ズーンって突っ込んだことあるっつって和田の自動車街で何が起こったっつったらね突っ込んでたって車があの、ね、要はその入れるためにこう入れるためなのか下ろすためなのか、うん、斜めになってるところに そう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 あなたのためじゃないですよっつってねそりゃ面白いな、出くわしたいなそこはぼちぼちそんなに遠くないもんで、もし見晴らしが良ければ見えてきそうな感じもするんだけど、どうかな、なんか思ったよりも遅刻で見逃しちゃってるってことないですよね。あー、いや分かんないっす、俺見たことないもん。いや俺も見たことないけどえっつってこれ BS のアンテナじゃないのパラモナーってうちにもあるよこれっていう。そんなことはないと思われますか、うん、ちょっとその辺も今不安がね、そうそうそう、頭をよぎるっていうね。意外にね画像って分かんないでね、はいはいはい、見ただけじゃね、望遠で撮ったり広角で撮ったりね、はいはいはい、しかもこう下からねちょっと見上げる感じで撮られるとね、うんうんうん、あの大きさ感が増しますからね。そうそう、あのさよく言うのがさ、あの魚釣りでこんな大きいの撮れたっつってさ、はいはい、やるじゃない。あれってこう魚をこうなるべくこう前にね、うん、出すと遠近感でさ、うん、魚どでかく見えるんだよね。あれでもよっぽど近いっすよ、もう結構走ってますよ、うん、あれ割と見晴らしのいいところまで来たのに、うん、いやもうでも相当近い感じするけどな。あっ、おあれだ、茶畑突入。あーこれはちょっと作業してるおじさん方に迷惑かかっちゃうんで。いやでも今チラッと見えました、見えましたね、見えました見えました。もうちょっと広い感じ、あれだ、あれです、あれです、見えました見えました。ここから近づけばいいのやら。ここら？どうだろう。ここら？ここらかな。行きます？行ってますか。あれだね、あれか、これもう少し向こう行った方がいいのかな。どうなんだろう、もう時間がないんで完全にここら辺
あの止まれを左に曲がると良さそうっぽいね。しかしお茶畑だらけだね。本当だね。この人はここにネギなんか植えてる場合じゃん。いいのかなこれ。いや法律違反ではないでしょう。まあ、そうだけど、あの牧之原の掟的なこと。要は。どうやって近づけばよいのやら。どうかな、どっちへ行けばいいのやら。まあいい人であれば作業の手を止めて、あいつは見に来てくれたで、ちょっと車どかさないかなっつって、これ右です。動かしてくれそうなもんですが。言うね今日加藤ちゃんバカに。敵を作るね今日は。いやいやいや、あれですよ、農作業頑張ってくださいと思ってますよ。あなた方のおかげで、私ら美味しいお茶をね飲めてるわけですから。すげえな。なんならここ入ってっちゃえるのかな。おお、いいじゃない。来たね、来ましたね。これですね、これですね、駐車場もあります。うん、へえ。町有地でありますがって書いてある。うん、要は要するにいい、いいですっていうことだね。要するにいいっていうことです。勝手に使えやお前ら。バカにな、何何今日。つうことで、なんて呼ぶのか正式に、牧之原到着。はい、いや、ありましたね。ありました、やってまいりました。やってきましたよ。正式名まだわからないです。どっか後で調べて、ね、後で調べて。もしかしたら何か書いてないですかね、周りに。 ありそうなもんだけど ね、でもこんだけちゃんとね、そう、割合整備されてる公園なんで、なんか書いといてくれても良さそうなもんだけど ね。まあやっぱ近くで見ると割かしでかいですね。なんか水でも入れてありそうな感じっていうかさ。牧草とか入ってたらどうします。そうそう。これ裏側に回るとこけしの顔が描いてあるとかそういうことはないですよ。いや、 ありますよ、あります。巨大こけしみたいなさ。ご婦人お喜び。いや、これまたこれはカットですな。と言いながら使うくせに。どうだろう、特に何の看板もないか。向こう側どうかな。あ、ないですね、残念ながらないです。いや、まあでもそうそうたる感じですよ。裏側にもありましたが何もなし、案内看板などはないです。こんな感じです。またどっかから警備員飛んでこないでしょうね。あれ何してますみたいなね。こんにちは。そうそうそう、いや、カメラにね映ってたんでね。いや、なんかね、ちょこっと見たらこれね、東京から遠隔操作してるんだって。あ、そうなの、うん、
いや東京から来ますよ。じゃあ東京から飛んできますよこれ。あ、ここからあれなんだね、入るんだね。正式名、はいはい、静岡、うん、静岡地方気象台牧之原気象レーダー観測所。ほうほうほう、らしいっす。これが富士山に元は建ってたってことですね。そういうことではないの？書いてありますよ。あ、なんだってなんだって、これが富士山に元々建ってたってこと？ね、多分ね、同じものがここに作られてるってことですか？多分、うん、そうじゃないと思います。え、どういうことですか？あの、うん、富士山の上にあったんだけど、うん、それがまあ老朽化したと、うん、で説明みたいなこと書いてなくて、ではないのかな。そうそう、もしあれだったらここでサクサクっと、うん、気象台が出してるホームページがなんか確かあったっぽいので、うん、それ読んでみます。はいはい、ね、うん、静岡レーダー誕生の経緯、はいはい、これね、うん、気象庁 静岡地方気象台が出してるホームページで、うん、そこから引用させてもらってます。はいはい、静岡レーダーは富士山レーダーの代替として誕生しました。昭和53年に更新した富士山レーダー2号機は20年間使用してきたために老朽化が著しく、そろそろ更新の時期に来ていました。はいはい、富士山レーダーは遥か南海上から接近する台風の観測を主たる目的として整備され、うん、その役割は十分果たしてきたのですが、台風の早期探知は今や観測技術の発達によって気象衛星で十分可能となっています。このようなことからレーダー更新にあたっては莫大な経費がかかり、しかも維持管理に困難な富士山山頂で更新するよりも陸上や沿岸部で発生する大雨だなどの定量的な観測に適したレーダーを富士山レーダーの観測範囲とほぼ同等となるような場所に新たに設置することが望ましいと判断されました。その結果、静岡県の牧之原台地と長野県だ、長野県の車山の2カ所に設置すれば、うん、富士山レーダーとほぼ同等の観測範囲が確保できるため、平成10年11年度の2カ年計画で整備され、平成11年11月1日10時から運用を開始しましたと。牧之原台地に整備したレーダーを静岡レーダー、はいはい、また車山に整備したレーダーを長野レーダーと呼びますと、うんうんうん、なお静岡レーダーは遠隔制御監視方式のレーダーで、通常は気象庁および静岡地方気象台でレーダーの制御監視などを行います、うん、あ、静岡だった、静岡地方気象台のレーダーね、だいたいそんな感じです。お、なるほど、まあ、いろいろあと書いてあるけど、うん、まあ、これはちょっといいでしょう。案内看板よりはスラスラ読む。案内看板ね、あの難しくてね、読めない時ありますんで。このレベルにしてくれると嬉しいです。はい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 、いやでも牧之原の人にとったらさ、普通の光景かもしんないけどね、我々こんなのやっぱりめったなかなか来ないんで、ね、俺らが天竜川見るとうんざりしちゃうのと同じでさ。まあうんざりはしねえが。まあこれはあの商売道具ですからね。いやでも綺麗だね、商品です。それこそさ、加藤ちゃん、あの前のなんだっけな、共感性周知の会で、うん、何きっちりしてる庭園が好きだって言ってた。あ、はいはいはい、ちょっとそんな雰囲気もあるよ、ね、ああ、ね、そうですね、うん、きっちり描かれてて。お茶畑の風景じゃ、まあ皆さん好きなんだろうけど、うん、私も好きですね、お茶畑の風景、ね、
たね。うん、こんなとこですこんなとこですね。今日こんなとこです、はい。いやでもさ、こういうところでね育った、うん、方たちがさ、はいはいはい、まあ、例えば東京とかね、うん、大都市へ行って、でたまの、まあ、夏休みとかさ、うん、ゴールデンウィークに帰ってくるじゃない、はいはい、きっと嬉しいだろうね。あ、帰ってきたなっていう感じがあるじゃない。あ、まあそうでしょう ね、この近くにもし住んでたら、うん、茶畑とさ、このレーダーがあったりすると、うん、あ、やっぱりうち帰ってきたなっていう感じでね、はい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 、はい、っていうちょっと情緒的な、そうですね、ことも盛り込みつつ、うん、こんなとこっすか。そうです ね、はい、気象台レーダー、なんだっけ、もう忘れちゃったっけ、静岡レーダーでいいんじゃないですか。静岡レーダー、うん、静岡レーダーやってまいりました、はい、まあ割合大きい、そうです ね、うん、そして茶畑が綺麗、うん、ぐらいですぐらいですありがとうございますありがとうございます。まあでも突然出てきたんで割と楽しめました、うんうん、そうですね、ね、うん、まあ牧之原の、うん、牧之原出身のね、外で働いてる方はやっぱりこの辺ね、うん、お茶畑と、うん、このレーダー、うん、見て、ああ帰ってきたな、やっぱり牧之原いいよねみたいな、ね、でしょうね、うん、ほんといいとこだね牧之原ね、うん、そういう実感が湧くでしょうね、ね、外で働いてる方、ね、見慣れてないもんで余計そう思うのか、うん、ほんと綺麗だね牧之原の茶畑はね、うんうん、そうだね、ネギなんか作ってる場合じゃないもう言うなよお前見てるぞお前さっきの農家さんもそういうイメージありますよ。でも他のもの作ってる場合ありました、ちょこっと作ってましたネギ、そうですね、こんなとこレーダーのために広い広っぱなんか作ってる場合じゃないなんでここお茶を植えたぐらいの勢いですからうんと、うん、どうもう今日こんなとこですよね、うん、じゃあ今回も最後まで ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。